今回のネクスターズは優作亭主を目指す平東和くんの修行様子に密着取材。さらに県高校総体で活躍したネクスター情報もお届け。マサマジックのチャレンジマジックはトランプを使った衝撃サプライズ。今回も張り切っていきましょう。新時代情熱応援番組ネクスターズ。はい、ということで始まりましたネクスターズです。イエイイエイ。この番組は新時代への新たなネクストスターネクスターを探していこうという番組でございます。前回新たなネクストスターネクスターを探してパッションさんがやってきたのはうるま市にある平牛舎。この場所で出会ったのが牛作亭主を目指す闘牛界期待のネクスター平東和くん。牛作亭主とはその名の通り牛のひづめを切り整える技師のこと。ひづめは牛の第二の心臓とも言われるほど大事なもので、伸びたままにしておくとバランスが悪く歩けなくなったり、またひづめの傷から細菌が入り死に至ることもあるといいます。そんな大事なひづめをケアする牛作亭主を目指し、師匠の田中さんのもとで日々修行に励む東和くん。家族で闘牛を育てているということもあって闘牛愛にあふれた中学生ネクスターでしたね。東和くんに話を聞いていると、これから田中さんと一緒に近くの牛舎で作庭を行うということで、パッションさんも同行させてもらうことに。ということで移動することおよそ5分、着いたのは山内地区さんの牛舎。この牛舎にいるメス牛の作庭を行うということで、まずは牛を固定する道具を下ろします。そして固定具の準備ができると、作庭する牛を固定具へと誘導します。おお、すごい。すげえ。よかった、今日赤着てなくてよかった。赤着てたら殺されてたんじゃないかな。これでもちっちゃい。これでもちっちゃいんだって。でかいよ。牛が暴れないように慎重に固定具を装着すると、いよいよ作庭へと取り掛かるのですが、まず行うことがあるそうで。まず爪伸びてるんで、うんこ落とします。あー、なるほど、はい、これまず爪についてる糞を、そうですね、なるほどね、外してるね。その時にだいたいそのどれぐらいに切るよっていうのは決めていく。あ、この時に削ぎ落としてる時に爪の伸びてる長さを確認するんですね。その爪のちゃんとした形を把握しないと、うん、なるほどね、間違うので。そっかそっか、ちょっとした手間なんですけど、丁寧に、なるほどね、そしてここから頭つけて、ここに頭つけて、牛がちょっと動いたときにすぐ反応できる。なるほどなるほど。ああ。あ、こうやって叩いて切るんだね。今見てるだけで緊張感ある。これで今1センチぐらい。はいはいはい、短くなって長さを合わせて、はい、なるほど、今度は後ろをフラットにしていくみたいな。あ、この長さと角度は決まってて、ここはコンクリートの直の牛小屋なので、とかを排除しながら。へえ、あ、そうか、住んでるその牛が生活してる地面によっても変えていかなきゃいけない。そうです。うわー、すげえ。へえ、超細かい作業だね。ひづめの伸び具合や状態、また牛を育てている環境を考え、切る長さを決めているという田中さん。そこまで考えながら作業を行うなんてすごいですね。そして作庭は次の段階へ。一番大変だというひづめの底を削ります。こことここがすごい分厚くて、うん、牛ここだけで立っちゃってるんですよ。なるほどね。簡単に摩耗してるところで、うん、立ってるんで、これを
フラットにしたの。フラットっていうのと角度と綺麗に合わせて切っていくっていう感じで。なるほどね。焼くの爪が硬いから、あ、下は硬いんだ。そのコンクリの床なんで、あ、ここはっていう。へえ。すごいね、大変な作業だね。思った以上に大変。目の前で行われる作庭様子にパッションさんも感動。固定具を使い牛を抑えているとはいえ緊張感がある中、大きな牛を相手に見事蹄を削っていく東亜くん。師匠の田中さんともあうんの呼吸でテンポよく作庭を行っていく姿はかっこいいですね。多い日には1日40頭以上の作庭を行うこともあるという牛作庭師。さらに相手が体重1頭も超える闘牛となるとより知識や技術が必要になるといいます。ただ牛が好きというだけでなく牛のことを思いそれなりの覚悟も必要な牛作庭師のお仕事。パッションさんをはじめ我々も勉強になりましたね。いや、お疲れ様でした。いや、もうすごいもん見せてもらったね。感動した。途中でこれムツゴロウさんかなと思ってこれネクスターズだよなと思ったけど、これ違う番組になってるなと思って。いや、ちょっとね、俺が同じぐらいの女の子だったら多分好きになってたかもしれない。すごいかっこよかった。やっぱ頼もしい存在ですか。まあ、俺が女だったら付き合いたい泣かなくていいよ、そこいやー、どう、トワ君、やっぱやってて楽しい？楽しいですね。ねえ、かっこよかった。いやー、我々も貴重な体験ができましたね。平トワ君、そして平牛舎の皆さん、取材へのご協力ありがとうございました。牛作庭師を目指し日々修行に励む闘牛界のネクスター、平トワ君。これからも作庭の技術に磨きをかけ、大きな目標に向かって頑張れ。はい、それでは目標を聞かせてください。いいですか。はい。世界一いや、お前も世界中飛び回ってさ、もうありとあらゆる牛の爪を削ってほしいよ。はい、そして世界中の牛を元気にしてください。はい。平東亜君、これからも目標に向かって頑張ってください。せーの、We are next さあ、この後はチャレンジマジックに県高校総体で活躍したネクスター情報をお届け。世界から注目されるマジシャンマサマジックが県内各所に出向き、学生に向けてランダムなアイテムで即興マジックを披露する挑戦企画、マサマジックのチャレンジマジック。前回に引き続き室内からサプライズもお届け。皆さんこんにちは、マサマジックです。今日皆様にお見せするのはこちらのトランプを使ってマジシャンの最も重要な2つの技をお見せします。ちょっとお見せします。皆さん気づいたかわからないですけど、僕トランプの後ろにこのように数字を振ってあります。12、32、28、全部バラバラの各々のカードに違う数字を振ってあります。なのでこのカードに何の数字が振られてあるのかっていうのを覚えないといけないです。例えばスペードのジャック、これは11番というふうに覚えないといけないです。クイーンのハート、ハートのクイーンは21です。21、21、このように全部のトランプに違う数字が振られてあります。ここからです。いいですか。じゃあ、さんおですね、好きなトランプ3つ選んでほしいです。じゃあ1枚タッチする感じで。お、いいですか。はい、じゃあこちらでスペードの4、はい、まずスペードの4ですね。じゃあ他に何かありますか。じゃあこれダイヤの6、はい、OK です。もう1つは何がいいですか。どうも、ハートの3、はい、OK です。今3つのカードが出揃いました。
でも僕がこの3つのカードを先に予言していても、まあ、マジシャンだからできそうです。さすがにこの後ろの番号は僕予言できないはずですですね。もう適当に選びましたよね、はい、打ち合わせとかしてないですね、はい、僕実は今日こっち来る前に3枚のカードを取ってカシャッと写真撮って久しぶりに現像して写真っていうものをそのまま現像してきました。見えます？いい。お家のデスクワークの上に3枚トランプこのカードかなと思って並べて写真撮ってきました。なんと面白いのは中村さんが選んだこのハートの3の裏にこれ実は49、そしてスペードの4の裏が23で最後のダイヤの6これが8だったらテレビの前のみんなもびっくりしてるんじゃないでしょうか。Impossible? I'm possible. It's amazing! サプライズ大成功。次回もあなたを驚かすこと間違いなし。これで僕のマジックは以上になります。皆さん最後まで楽しんでいただけましたでしょうか。それではまた来週お会いしましょう。 See you next week。 新時代情熱応援番組ネクスターズ。番組の後半は今年の沖縄県高校総体で活躍を果たしたネクスター情報をお届けします。まずは2020年2月にボクシング界のネクスターとして紹介した当時中学1年生の根間空斗くん。あれから高校へと進学し見事な高校デビューでライトフライ級を制覇。すごいですね。お次はウェイトリフティング競技から5月28日の放送で紹介した嘉手納高校の3年生岸良明音さん。見事県高校記録を更新して49キロ級で優勝。またウェイトリフティングといえば番組ではおなじみ比嘉兄弟の妹比嘉誠さん。高校2年生になっても女王の貫禄で59キロ級を制覇。2人ともすごいですね。まだまだいきます。お次は陸上競技から2021年、初回の放送で紹介した陸上短距離選手の平川キラ君。高校2年生になっても好調で200メートルと400メートルの2冠を達成。おめでとうございます。さらに陸上競技では女子選手も大活躍。2021年の12月に走り幅跳びとハードル界のネクスターとして紹介した当時中学3年生の菊里伊吹さん。高校1年生にして100メートルハードル、走り幅跳び、三段跳びの3冠達成。すごすぎます。そして円盤投げ界のネクスターとして2020年の12月に紹介、リモート取材にも出演していただいた現在高校3年生の友利成美さん。昨年全国高校総体で円盤投げを制した実力通り、今年の県高校総体でも円盤投げと砲丸投げの2冠を達成。全国大会も期待大。男子高校生も負けてはいません。空手道の方からは空手道界のネクスターとして紹介した東海武志くん。昨年の屈辱を晴らす渾身の演武で見事優勝。個人と団体の2冠を達成しました。そして水球界のネクスターとして紹介した那覇商業高校3年生の中本幸之進くん。見事チームを優勝へと導き7月に九州大会へと挑みます。最後は4月にバドミントン界のネクスターとして紹介した高校3年生の上地兄弟。兄翔太くんと弟の弘人くんの息の合ったコンビプレーでダブルスを制覇。2人ともおめでとうございます。その他にも健闘を見せ上位入賞を果たしたネクスターもたくさんいました。ひとまず大会を戦い抜いた高校生の皆さん、お疲れ様でした。そしてこれから沖縄県の代表として九州や全国大会へ挑むネクスター高校生の皆さん、悔いなくベストを尽くして頑張ってください。最後に私が代表していきますよ。 We are ネクスターズ。九州全国大会も頑張れ。